寒いぜよ。寒いぜよ。寒いぜよ。いよいよ外ですね。いや寒うわまた。もういるやん。何もいないわ。何もいないったら来ちゃダメ。スカイフィッシュです。疲れておったか。私のさえ。いや、何も悪いことしてない。ユーマと人間が同じ世界に住むことはできないのですよ。ああ、お願い殺さないで。お願い。落ち込むアンクルさん、これは判定を。名シーンですね。名シーンですね。これはもう、もうね、多分プレイヤーの気持ちをプレイヤーとしてあの3人が正しい。わー、素晴らしいネタです。めっちゃ悲しんでる。おめでとうございます。合格です。さあ、グランド来ましたね。なんかあそこの方が、ね、いっぱいね。なんかやってますよ。位置についてよーい。あ、ホックを押しっぱなしです。ちょっとスティックを押しっぱなしです。L3 スティック押しっぱなしです。ちょっとあの L3 押しっぱなしなんで、あの押し込まないでいただいて。ちょっとやっちゃうね。やっちゃうやつね。あ、ちょっと台無しだ。見事合格です。台無しだ。すごいシューがクラッカーでやってるからね。ツッコミどころいっぱい。ちゃんとゴールまでやってるし。ゴールまで。ゴール。差はつくんですね。優勝は翔太さんです。最後何ですよ。何でした？あなたが2位です。最後翔太さんがまくって疲れますよ、そりゃ。また姫は姫いないね。いや、シールド貼ってるから攻撃効かないですよ。お前、早く仕掛けてこいよ、これ。あ、でもそのシールド、可愛いじゃん、それ。お前もこれ可愛いの？いや、そこだと可愛い。これの写真とかめっちゃ可愛い。いや、これとかめっちゃ可愛い。姫のシールドも見て。あ、可愛いよ。可愛いだね、可愛いだよ。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 アンクルさん、判定は？お、いや、ピンポンですよ。あの、本人たちが一番驚いてた今。なんか姫ちゃんのタイミングがちょっと若干遅れ気味で、ちょっと驚いちゃって、あれだったな。いい感じでしたね。見事合格です。おめでとうございます。あの3人しか見てないよ。3連発忘れないで、ムキムキおじさんくらいしかないんですけど。トイレ行きたい。出た姫だ。出たよ。あ、出したいで勝ちだ。そうだよね、そうだよね。おいおい、姫ちゃん入ってた。よーし、入ってた。このウィルソンスキャンで覗いてみよう。シールドをあのモチーフにしてるわけだから、ちゃんと、はいはいはい、だからデスバースって何なの、ね、めちゃめちゃ面白いよっていうところを見せてほしい。なるほど、行っちゃう。
わかりました。じゃあ何にもないですけど、ちょっと考えてきます。いやみんな分かってる？デスバースって面白さとかをしっかりね伝えていきたいわけなんですよ。みんな分かってる？はい、そう、はい、そう、あ、ちょっとお客さんいらっしゃってちょっと挨拶しようか。はい、でーす、ジャンボリー。ほら、これでしょ、これはいいでしょ、すごい可愛いし、しかも、うん、なんか全然こうやってちゃんとポーズもしてるからね。どうですかこの我々のデスジャンボリー。いや素晴らしいです、ありがとうございます。いやもうシンさん全然面白くないのね。デスバースってなんだねっていうのをね、あ、説明してた、そう、授業をしてたわけなんですよ。あ、なるほどなるほどなるほど。え、みんなパッポーリさん、あれ、ゲノリママオさん、だからね、そう言ってやって、言い切れないやつね。さすが。ということで合格です。おめでとうございます。え、この満面の笑みがいい、あの自信満々の確かずっと見てられるね。ずっと見てられる。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、もう外が寒いよ。でこれでね、なんか寒いやつ見ると余計に寒くなるからね。確かに確かに、うん、面白くないか、ね、面白お母さんらしさ、温めてもらう、ね、温めてほしいです。いやなんか、うわなんか古、こんにちは、すごいね、いたいたいた、ああ、こんにちは、どうも、はい、こんにちは、こんにちは、こんにちは、僕、あの初心者なんで、今日見学してるんです。あ、なるほどなるほど。だからなんか、あの今からバトル始まりそうなんで、なんかいろんな武器使う人がいるって聞いたんで、うん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 、ちょっとそれ見て参考にしようかなと思って。なるほどなるほど、どんな武器があるかな。じゃあとりあえずフルーシェイ、うん、今から出てくるんで、ちょっと僕見学してます。あ、バトル行く人ですね。おー、すごい。で、ハンマー使いだ。あ、これはパワーがあるから攻撃力がね、すごいです。これ強そうですね。あ、かっこいい。あ、かっこいいかっこいい、強そうですね、かっこいい、ね、お、あ、ツインナイフ使い。あ、かっこいい。あ、素早い素早い。これスピードがありますから、うん、これでバババっていったら削れますから、これ強いな、すごい、ね、すごいな。トリプルナイフ使いっていたかな。なんか、ね、海賊みたい、見たことあるから、見たことある、うちのやつがあんまり意味ない感じがするけど、うん、バトルバトルバトル始まりますよ、もう。あれ、あ、方向音痴だ。方向音痴だ。違うとこ行っちゃった。大丈夫かな、あの人。彼じゃん。あれ、いるかな。おお、いや、もう来たの。これどういう武器。武器、武器これ。これダメージ与えられない。な、何この武器。何これ。ロングテールっぽい。聞いたことない。これ、派手だけど。あ、めっちゃ自分当たってるけど。うまいけど、雑草だね、今。世の中には、いろんな武器があるんですね。判定は、説明がね、説明がね、うん、ねえ、不思議な、独特な、不思議なね、もう俺、あの、そのままスルーしていいのかなと思ったの。うん、もうただ、案内してる人かなと思ったのね。うん、だからそう思っちゃったからね。しかも行って帰っても来ないっていう。あ、そういうことだね、はい、結果も聞きに来ないし。いや、また、音楽室。え、もう、あれ？二の腕？あれまた、あれまた。はーい。やかさん。節子だよ、節子。これは本物の節子かも。あ、これ節子なんだ。お姉ちゃん、良い子のみんな。これ節子でしょ。今日はこの人が登場だ。その名も二の腕パンパンクイーンビーン。今日も一日働いて二の腕パンパン。二の腕パンパンクイーンビーン。マッサージしてみるけれど。全く効かない。二の腕パンパンクイーンビーン。私の名前はクイーンビーンです。ジャンボリ。ちょっと尺足りない。二の腕パンパンクイーンビーン。ちなみにこの日の朝食はご飯よりパン。出場者もう行っちゃったわ。です。ジャンボリ。今日も行って働いて二の腕パンパン。
何？二の腕から力が溢れてきたわ。現役に戻るっていうこと？わかったわ。私は。二の腕パンパンクイーンビーン。ありがとう。ありがとう。クイーンビーンよ。待てよ。これは何個でもあげたい。いやすごい。もう節子さん。節子さん。節子じゃないわ。節子じゃないのね。節子がお腹を壊して二の腕パンパンおじさんが代わりに来て、うん、二の腕パンパンおじさんがお腹を壊してきたからクイーンビーが代わりに出たのよ。クイーンビー、ね、食べてんの。クイーンビーじゃん、まあ。クイーンビーよ。クイーンビーよ。なるほど。見事合格です。おめでとうございます。やべえ、楽戦なんだこれ。見てまだやってる。やってる。クイーンビーのね。クイーンビーのこれね。さすが、デスバーステーマですからね。ね、皆さんしっかりデスバース勉強してきてる感じがやっぱり。勉強してるとは思えないけどね、動画の方。またいるやん。またいるやん。また怒ってるやん。お前ら、できるのか。さあ、イエスだ。じゃあ行くぞ。せーの。です。ジャンボリー。違うな、もっと手をもうちょっと高く、と高く合わせて合わせて。じゃあもう一回行くよ。さあ、イエスさん。行くよ。せーの。です。ジャンボリー。違うな、ちょっともうちょっと足合わせてみようか。ね、もう一回行くよ、もう一回。よし。さあ、イエスさん。せーの。です。ジャンボリー。いい感じで、もうちょっと元気出してみようかね。はい、よさあ、イエスさん、イエスさん、せーのでーす、ジャンボリー。いいいいいい、いいよいいよ、その調子、もう一回いこう。さあ、イエスさん、せーのでーす、ジャンボリー。いいいいいい、もう一回いこう。せーのでーす、ジャンボリー。いいよいいよ。めっちゃ良かったのに。厳しくないですか、ちょっと。やったー、残念。先生やろ、俺ね。俺だよ、先生。ダメだな、ね。うん、もう新さんの中でちょっと調子にかけてるところがダメだね。うん、まあ最初の方がウィーしたからね、あるけどね。ちょっと投げたな、うん、すいません、先生悪くてすいません。